よし、やってっか。コナミアンティークス MX コレクションボリューム1。やってくぜ。今回やるのはモピーレンジャー。なんかモピーレンジャーという、ほのぼの怪獣？モピラ？モピーレンジャー。これがほのぼの怪獣とかいうやつらしい。で、モピラっていうらしいね、この、ネズミみたいなやつ。これこれこれ。なんか子供の、コモピラって、まあ子供がさらわれて、それをまあ救出するよっていう、ほら、悪いやつからね、エイリアンみたいなやつから。まあそういうやつだ。これの特徴として、海を、海ステージをカヌー使って、こう、助けに行くっていう。なんか島にね、拉致されたらしいんだよね。それを助けに行こうと。こういう、まあ、まあタイトルでこうよく表してるね。まあそういうことだ。行くぜ！ノービッグラゾン。よし、行くぜ！やりながらわかるだろ。バツボタでなんだか音波みたいなのが発生して、このカヌーでどんどん、水流の流れみたいなのがあるんだな。それに逆らうときは、遅くなって、水流に乗ると、お、なんか敵を倒すと石になるみたいな。うん。なるほど。で、なんだこれ。あ、こんなに子供たくさんいるんだ。この白いやつが子供らしくてね。コモピラっていうらしくて、それを全部救出すると、ステージクリアになるらしい。で、左上のボーナスっていうのがどんどん減ってんだけど、あれはなんだろう。時間制限みたいなものなのか。それとも早くクリアすればそれだけ点数が増えるっていうやつかな。1985年のゲームなので、多分スコアアタックとか、まあ、点数だね。点数をいかに取るかとか、そういうのが流行った時代だろうね。よし、クリアした。一面クリア！やったぜ。なるほど。魔の水球か。これは魔の水球らしいぜ。まあ、ファミコン時代っていうのはね、ストーリーを読んで、想像膨らませるっていうのが大事だね。で、頭の中でもうすごいさ、こう、大海原でさ、もう、こういう、いっぱい無人島がたくさんある中で、このカヌーを使って一生懸命、ね、この、親がさ、息子を助けようとしていると、こう、イメージが大事だよね。頭の中でそういうイメージを描きつつ戦うっていうか。うん。もうそうすると本当に壮大な物語見えてくるから、不思議な話だ。ゲーム自体は単純なんだけどね。あ、やべ。あれ？もうこれもしかして積んだんでね。ちょっと待って、これ。これ、どうしたらいいのこれ。どかせられねえんだけど。二つ揃っちまったらさ。でも石を、うわ、無理でしょ、これ。死ぬしかねえ。ちょっと待てや、これ。おい。レストって書いてるか、あれが残機数だろ？バカやってんじゃねえぞ。こんな単純そうなゲームで。いや、なにこれ、なに敵これ。嘘、マジかよ。あ、そうだ、この水流にね、沿っていかねえと。流れがあるんでね。うわー、何やってんの。下手くそすぎだろ。よし、ちゃんとやろう。もうあれだな、ここら辺はちょっとカットかな。よし、なんとか。一面クリア。二面まで戻ってきたぞ。よし、今度こそ行くぜ。二面クリアだ。敵が復活するから気をつけないとな。消えた消えた。気をつけねえと。アランドレンドだ。あ、またやっちゃった。死ぬしかねえか。これ三角ボタンで自爆、自決ボタンがあるんだよね。で、まあ、パズル要素も兼ねたゲームってことで、頭を使うってことだな。うん。
あ、この石をうまく使えば、まあ、敵、あ、なんか、ああ、このよくわかんねえ、さっきトラップみたいなやつ、かかったけど。敵も引っかかると死んでしまうんだ。へえ、そういう仕組みだったのか。まあ、敵の近くにいたくないな。これはちょっと気をつけないと。水の流れも計算しつつ動くっていうのは難しいな、これ。危ない危ない危ない。そうだな、考えて動かねえの。よしよしよし。あと二人。よし、行くぞ。次に逆らって、お、乗った。あと一つだ。ここだよ、ここ。さっきから何回も苦労して。やったー！二面クリア！いいね。これがレトロゲームの醍醐味だよ。シンプルがゆえに、単純で面白いっていうね。もう同じこと言ってんだけど。シンプルという、単純という。よし、宇宙人倒して。これは、どうだ？意外と簡単そうじゃないか。3体か。敵ちょっと多いな。ちょっと待って。これって積むんじゃねえか。ちょっと待って。閉じ込めてやりてんだけど。あ、そっか。閉じ込めたりできるな。うまく使えば、この石を使えば。よし、流れに乗って。あ、そっか。敵はこの水流の関係ねえんだ。スピード一定だもんな。気をつけないと、これ。どうしよう。これ下どうやって行ったらいいのかな。押しちゃいけないし。左から行くしかないな。ああ！なに？取りづらいとこから通っていっか。これでもここに止めたら、いけなくなっちゃうんだよな。え？もしかして積んだ？おいえ！自決ボタン。日本人は潔く、手榴弾でドカーン。こいつ日本人なのか。いや、これね、なかなかシンプルだけどね、面白いしね、難しいね。よしよし。そうそうそう。これでうまく、敵の侵入を阻んで、のんびりと。そうだな。画面、下の方、のコモピラを救出に行こう。順調だぜ。どうすかな？これこんなことしなくてもよかったな。まあいいや。よしよし。いい感じだね、これ。あぶねえ。これ上に行ったらね、ここ挟まって、動けなくなるとこだったぜ。あぶねえ。よし、3面クリア。まあ、5面クリアぐらいまで目標にしたいね。うん、全クリはいきなりは無理だろうけど。なんとか頑張って。お！これは、随分と広い大海原。想像の中でもうすごい。ねえ、カヌーで頑張ってるこいつの大迫力の映像が頭の中では、想像の中では繰り広げられている。おー、ダメだ。よし、縦にして。よしよしよし。くそ。なんだここ。危ねえな。怖え。敵の襲撃が厄介だ。ちょっと敵多いな。嘘だろー。微妙に難しい。先に取ろう。ちょっとここ難しかった。
ああこれクソ、ごめんクリアとか言ってっけど、これ無理じゃねえか。クソ、実況の時間も、ああこんな情けねえ結末かよ。なかなか難しいが、やりがいがあるゲームだな。うん、時間あるわ、リベンジを。ご視聴ありがとうございました。モピーバーガー、1985年でした。トゥーザレスキュー、子供を助けるぞ。それではまたなー。